ここまでたどり着くとは。まったく、二人とも何をしていたのかしら。敵機体が大使、神速のデュバリーです。アイネスとエンネアを退けたのは見事ですが、アリアンロード様のところにはこれ以上一歩も近づけません。いざ尋常に勝負です。話が早く進むのは助かるといえば助かるけど。何ですの、その微妙そうな表情は。いえ、筆頭というのでどんな方かと思ったのですが。意外と可愛らしいっつうか、微笑ましいっつうか。可愛らしい、なんという屈辱。いいでしょう、本気で行かせてもらいます。これはなんて闘技。かの検定に迫ると称賛し、神速の剣とくと味わいやがれですわ。来るぞ。全力で行きます。手強いぞ、気をつけろ。了解です。行くぜ。私の番です。行きます。ガンナ。私の番ですね。セン。そこです。私の番です。エニグマクロ。覚悟。ハッ。行くぞ。行こう。行くぜ。お任せを。戦闘終了。気を引き締めないと。信じられません、このような無様。アリアンロード様にどう申し開きをすれば。私の速さを上回るなんて。とんでもねえお嬢さんだな。勝負は勝負、口惜しいですが、潔く道を開けましょう。待って、あなたたちは。いえ、ひょっとしてあの鋼の聖女は。この上で待ち受けるは、武における究極にして思考。己の魂と決意をどれだけ剣に込められるか、夢。忘れるなかれですわ。フリーさん、先ほどのは一体。彼女たちの素性について何か気づいたのか。そうか、わかった。ま、お嬢がそう言うんならその方がいいんだろう。しかし、いよいよ鋼の聖女か。どうやら屋上の鐘の前で待ち受けているみたいだね。決意を固めて階段を上りましょう。ああ、
来ましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとはクロイス家の方々とあなたたちの問題でしょう。ならどうして。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。キーアちゃんから。引き受けましょう。巫女殿の意には極力沿うようマスターに申し付かっています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。先行牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーゴ、キーゴは、そんなことは。ありがとう鋼の聖女、おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなります。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えてあの子を抱きしめるために。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。皆さんの気持ち痛いほどわかります。いいでしょう。アンギスが七中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。見せてみなさい、あなたたちの覚悟を。この勝負引くわけにはいかねえ。俺の番だ。お任せを。任せてくれ。行くぜ。任せろ。呪い、脆すぎる。覚悟、はっ。行くぞ。Let's go.
だまだ。こんなところで立ち止まってられるかよ。力不足の感は否めませんが、我が面を砕いたのであれば戦機や剣聖たちにも届く可能性はあるでしょう。アリアンロード、もしかして引いてくれるのですか。一筋の光明を示せたのであれば、これ以上は無用の手出しというもの。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。マジか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと馴れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖典、帝国での動乱が決着すれば幻影計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても私有を決する時は近いでしょう。ああ、そうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたはかつて私の父と。ええ、10年ほど前に。我が面を砕くほどの強者はそう現れるものではありません。その高みを目指すか、それとも別の道を進むのかはあなた次第でしょう。それではさらばです。運命を前にあなたたちが答えを出せること、陶吉より祈っていますよ。ったく、とんだ聖女様だぜ。めちゃくちゃ美人でタイプなお姉様だったのに、くどくどころじゃなかったしよ。ランディさん、そういう問題では。でも本当によくあの面を砕くまで食い下がれたというか、私たちもそれなりに成長できているみたいね。はあ、そうだな。ま、キーヤの話を聞いて腹をくくることができたのが大きかった気もするけど。そうね。はあ、あんなこと言われちゃうな。絶対に取り戻して抱きしめないと気が済みません。やれやれ、本当親バカだな。でも、わかる気がします。よし、金の共鳴を止めよう。うまくいけばクロスベル氏の結界を解除できるはずだ。こちらダドリー、結界の消滅を確認した。これよりメルカバへのコンタクトを試みる。結界が消滅しただと？結社の連中も不甲斐ない。全てのアイオーンを都市防衛に回すべきか。国防長官を呼べ。ベルト、シグムントたちもだ。承知しました。
心配は無用だ。お前に害が及ぶことはないから安心するといい。私のことよりお父さんの方が、どうして、どうしてこんなことに。お母さんだってきっと悲しんでるはずだよ。そうだな、さやがいればきっと。困った顔で説教されただろう。しずく、お前に一つ頼みたいことがある。してやられましたわね。ベル、ディーターが探してるみたいだけど、行かなくてもいいの？お父様にはもう少し焦っていただきましょう。やはり金の共鳴がないと結界の展開は難しいですか？今のままだとあの子たちは動けるけど、空の力は使えないかな。ロイドたち来るよ。困りましたわね。これでは予定通り動くしかなくなってしまいますわ。彼もプラン通りに。全てはキーヤさん次第。私たちは従うだけです。ここで降りるか、それとも全てを叶えるか、そろそろ選ぶ時ですわね。最初から他に道がないのはキーヤにも分かってたから。ロイドやエリー、ティオやランディ、雫やみんなのためにも、きっと全てを叶えてみせる。そんじゃ、領空内に入ったくらいじゃ攻撃される心配はなさそうか？ああ、どうやらアイオンたちは都市防衛に集中しているみたいだ。クロスベル市に接近しない限りは大丈夫だと思うよ。よっしゃ、これでなんとか目処がつきそうやな。明日の明け方にはそっちに戻る。タイミングについてはそん時に話すとしようや。了解。キュビ、代わって。リースさん、エリーさん、ご無事で何よりです。ロイドさんに、他の皆さんたちも。おかげさまで。いやこんな形でリースちゃんと話せるとは思わなかったぜ。私たちの突入を助けてくださるんですよね？ええ、こちらのメルカバで都市を防衛するアイオンたちを引きつける予定です。両兵と国防軍の方までは対処できませんが。十分です、本当に助かります。リースさん、ケビン神父、なんとお礼を言ったらいいか。ま、礼を言うのは無事成功してからにしてや。一応こっちも助っ人を連れてくるつもりやけど、それでもあの人形ども相手じゃ分が悪すぎるかもしれん。確かに。ま、あんまり無理だけはすんなよな。ああ、待ってるよ。それでは失礼します。
厳しい一日になりそうだな。そうですね。地上の戦力差についても大統領側が上回っていますし、なんといってもあの人形たちがとんでもない強さなんでしょう。マイスターによれば白い機体の空間消滅の力は使えなくなったそうですが、それでも基本的な性能は変わっていないのですよね。うん、そう思っていた方がおそらく無難だろう。白い機体はこの9号機が様子を見ておく必要があるな。いずれにせよ都市周辺では膠着状態になることも予想される。鍵を握るとしたら潜入を担当する僕らだろうね。ああ、分かってる。なんとか入り込んで課長やダドリーさんたちと合流しないとな。しかし大丈夫なのか。ダドリーからの連絡が途中で切れちまったそうだ。多分通信ターミナルで強制遮断されたんじゃね。特定のエニグマ登録番号だけ操縦信を無効にできたはずだし。それじゃあ市内では大統領側は通信が使えるけど私たちは使えない。はい、通信ターミナルも押さえる必要がありそうです。オルキスタワー内にありますから簡単ではなさそうですが。いずれにしても全ては明日の朝ですね。ええ、クロスベルシ解放作戦、キーヤちゃんを取り戻すためにも何としても成功させないと。ああ、今夜は休んで英気を養っておく必要がある。みんな仮眠室もあるから疲れていたら休んでくれ。万全の体制で明日の朝に臨むとしよう。ああ、リーシャ、こんなところでどうしたんだ。ロイドさん、はい、明日の準備が整ったので少し考え事をしていました。いよいよ明日クロスベル市に潜入するんですね。そこまで長い期間離れていたわけじゃないのに、なんだか随分と懐かしい気がします。そうか、結界が消えたことでアイオンが都市の防衛に集中してるって話だけど、アルカンシェルの人たちは今頃どうしてるだろうな。多分おそらく今も練習を続けているんだと思います。いつ何が起ころうとも舞台の完成度を高めるために、それがイリアさんの生き様でありアルカンシェルの流儀ですから確かにそうかもしれないな。クロスベル氏を解放してこの事件が一通り解決したら君はどうするつ？イリアさんには会いたいですし、元通りアーティストとしてアルカンシェルで踊り続けたい。その意思はありますが、今はまだ分かりません。イリアさんやシュリちゃんと再会した時何を言えばいいか、それすらも今は浮かびませんから。そうか、でもイリアさんもアルカンシェルの皆さんもきっと君を受け入れてくれると思う。難しいことは考えずにありのままのリーシャでいればいいんじゃないかな。ありのままの私。あのロイドさん、この後私に少しだけロイドさんの時間をもらえませんか。え最近は自分でも気を張りすぎていたと思いますし、明日の作戦の前にちょっとしたおしゃべりをさせていただきたいんです。一通り準備を済ませたらもう一度この甲板に来て改めてお話をしてもらえませんか。ああ、俺なんかでよければありがとうございます。私はしばらくここで風に当たっています。急ぐ必要はありませんから、ゆっくり準備を済ませてきてください。Thank you.
私はしばらく急ぐ必要はありませんから。そういえばどうする？すごい満月だな、ロイドさん。なんだか君と話すときはいつも月が綺麗な気がする。やっぱり月の姫を演じているだけはあるのかな。月は光にして影、多分それは私という存在が月に似ているからだと思います。本来は日の当たる場所に出てくるはずのなかった存在。でも君はこのクロスペルで光をつかむことができた、それは確かだろ？はい、もうそのことを否定するつもりはありません。ですが私は、私という存在を作った流れは深く底知れないものがあります。陰という一子相伝の流れ、父から受け継いだひそやかな道は。前もそんなことを言ってたな。差し支えなければ聞かせてもらえないか、クロスベルに来るまでの君を。俺の知らないリーシャ魔王を。はい、なんとなくロイドさんにはいずれ話すことになるような気がしていました。気づいた時には私は父と共にありました。母の記憶はありません。多分陰の道を私に受け継がせるために父が遠ざけたのだと思います。ですが私にとってはそれが普通で、過酷な鍛錬も暗鬼や不術の修練も淡々とこなしていただけでした。各地を転々としながら日曜学校に通い、人と接する術もそこで得ました。父は厳しくも優しくもなく、ただひたすら教えるだけでした。それというのも陰として受け継ぐことが膨大すぎたからです。それは代々の陰の記憶、どのような状況でどんな工作を行い、どんな標的をどのように仕留めたか、時代を通して同じ存在であるため、その全てのあらましを受け継ぐ必要があったんです。全てを受け継いだ時、私は陰そのものになりました。といっても父が存命である限りは陰になることはありません。陰はただ一人、それは変わることがないからです。しばらくの間父の帰りを待ちながら穏やかに過ごす日々が続きました。そして父が帰ってきたら、いつ陰を継いでも問題ないように仕事のあらましを教えてもらう。すでに表の顔は持っていましたが、それが私にとって世界のすべてでした。その世界が崩れたのは父が不治の病に倒れてからです。代々の陰の中でも卓越した力を持った父でしたが、病魔からは逃れられませんでした。さりとて抗うこともせず、延命のための手術も受けず、ある日私を呼んで命じました。自分を殺して陰を継ぐようにと。できませんでした。およそ父の言うことに逆らうことのなかった私でしたが、それだけはなぜかできませんでした。私は初めて怖くなりました。あれだけ父が丹念に仕上げた私が出来損ないだったのではないかと。死にゆく父を失望させたのではないかと。奉納する私に父はふと苦笑して言いました。それもまたお前だ。
決めるがいい。そして一月後、父は世を去りました。そして私は院となりました。父の持っていたコネクションを継ぎ、国医と内科で体型をごまかし、父の腕には及びませんでしたが、滞りなく仕事を再開できました。お前の院はお前が決めるがいい。父の言葉の意味もわからぬまま、ただ淡々と流されるようにして、そして2年が過ぎ、私は兵友へと長期契約を結びました。カルバードの生誕、貿易都市クロスベルの覇権奪取に協力するという契約を。クロスベルに到着した私は、戦いに備え町の下見をする最中、歓楽街でとある劇場に入りました。そこではちょうど公開練習というものが行われていて、そこから先はロイドさんもご存知の通りです。そっか、その時にイリアさんに目をつけられたってわけだな。最初は理由をつけて何とか入団を断ろうとしたんです。でもイリアさんはすごく強引で、とうとう根負けして入ることになってしまいました。体力と偽装には自信がありましたし、いい隠れ蓑になると思ったんです。予想以上に練習がハードで、院との両立が大変でしたけど。ありがとう、リーシャ、聞かせてくれて嬉しかった。聞いていて面白い話ではなかったと思いますけど、でもこれが父と祖先から私に受け継がれた道です。アルカンシェルという光を手に入れたとしても、その道を完全に捨てることは多分私にはできないと思います。そうか。お前の院はお前が決めるがいい。院は全てを受け継ぐ。アルカンシェルという光を君が見出してしまった以上、院もまた光という側面を受け入れざるを得ないんじゃないか。それはどんなものも時代が変わればあり方も変わる。いや、変わらざるを得ないんだ。そうして人の歴史は受け継がれ、前に進んでいく。多分そういうことも含めてお父さんは言ったんじゃないかな。警察官として犯罪行為を進めることはできないけど、それでも君は君の院を目指せばいいんだと思う。あるいはここで院という存在を完全に断ち切るのも一つの道だろう。そうなったとしても多分お父さんは気にしないんじゃないかな。それもまたお前だって苦笑して。いいお父さんじゃないか。普通の家族とはちょっと違うけど、ちゃんと娘を愛していた。そんな風に俺には思えるよ。イリアさんたちとの日々で君もまた変わっていったんだ。これから先君がどんな道を進むかわからないけれど、できれば俺もお父さんの代わりに見守らせてもらうよ。光を掴んだ君がどう変わっていくのかをね。ロイドさん。